はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、陶器2つの魂が交わりし時、語り継がれし力が現れる時、やっていきましょう。今日はですね、これランク戦でね、当たったんですよ。このデッキ、こんな形のデッキでね、すげえ強い動きされてマジやべえと思って、ちょっとリスペクトさせていただいたんですけども、これね、何するかっていうと、サブテラーって皆さんご覚えてます？これ最近使ってる人ほとんど見ないんで、忘れてる方いるんじゃないかなと思うんですけども、サブテラーの戦士っていうモンスター、これ地属性のレベル4のモンスターなんですね。で、このモンスターに同胞の絆打つんですよ。で、まあ、2000ライフ払うとね、地属性の、レベル4の戦士属をデッキから2体まで特殊召喚できると。で、バトルフェーズを行えない、炭白島で自分はモンスター特殊召喚できないよっていう制約はついちゃうんですけど、これね、すげえ強い動きできて、まあ、もともとね、強かった動きで、サブテラーの戦士対象を取って同胞の絆を打つと、例えばジャスティスブリンガー、これ一旦に一度特殊召喚したモンスターの効果が発動したら無効にできるよっていう、すごい制圧が高い、制圧力が高いモンスターなんで、これめっちゃ強いんで、こいつとか、あとまあサイバージブナティクスとか、これね、手札を1枚捨てると相手のモンスター破壊できるよっていう効果とかある、このモンスターとかは強いんですけど、これ新しいね、1個前のパックだったかな、確か、ヒロイックチャレンジャー強襲のハルベルトっていう、このモンスター追加されましてですね、これ相手のフィールドにモンスターが存在していて自分のフィールドにモンスターが存在しない場合、要するにサイバードラゴン条件で、特殊召喚ができると、まあ、通常召喚ももちろんできますと。で、これ貫通能力持ってて、で、ダメージ与えるとデッキからヒロイック持ってくれるよっていう効果なんですけど、このモンスターが実はサブテラーと結構相性が良くて、なんでかっていうと、高校の時にこいつを特殊召喚した後にすぐサブテラーの選手を出すと、もう変身できるんですよ。まあ、リグリアードとか、アクエドリアとかに。だからこいつ特殊召喚できるレベル4で地属性戦士族っていうことで、戦士と相性がいい、プラス今回同胞の絆にも対応していて、これ同胞の絆で2000ライフ払えるじゃないですか。だからこのスキル ZR エクシードチェンジっていうのとすごい相性がいいと。これね、これ2000ライフを以下の場合か、自分のライフポイントが2000以下の場合ゼロになれて、でエクシルチェンにタクティクスを置けて、でライフポイント2000できるよっていう、まあ要はホープレイワンキルがやりやすくなるっていうね。これ前の動画出してるんで 見ていただければなと思うんですけども、でこいつらって戦士族だから、種族がだから、例えばエクスカリバーとかも出せるし、あと入れとけばね、あれも出せます。なんだっけ、2連打するやつ、忍者のやつとかも出せますし、まあもちろんね、普通のランク4どれでも出せるんで、でこういうまあ動きをできるからかなり強いということなわけですよ、基本的に。であとはそのギミックを大いに活用できるようなデッキを構築すればいいと。これね、当たってね、先行で同胞打たれてマジで強すぎて何もできなくて負けたんですよ。これ使ってみたんですけど、マジで強い、同胞打ったら。ぜひね、皆さんも一回使ってみてほしい、すごいこと起きるから。はい、というわけで早速、久しぶりの5億年ぶりのサブテラー使ってみましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方マイさんですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ハーピーの狩り場、ハーピーの狩り場、サイクロンに来てる、オッケー。サブテラーの転生召喚、そして同胞の絆を発動。同胞の絆によってサブテラーの戦士の仲間を呼び出すぞ。これによってジャスティスブリンガーと強襲のハルベトロを特殊召喚するぞ。あ、ジムナティクスでよかった、まあ、いいや、カードを1枚セット、まあ、サイクロンあるんで狩り場には対策できますね、一応は。これがね、サイクロンのところですね。狩り場っていう最強のスキルを発動させてしまうと、こちらの、はい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 、これね、ドヤ顔でこうしてくるでしょ。だからもうサイクロンでね、割るしかないんですよ、これを。こうするしかない。カリーバが強すぎる、本当に。せっかく捨てたカード全部割れるから、マジでネタデッキ殺しもいいところだ、俺。ネタデッキっていうか、まあファンデッキ殺しもういいところだ、本当に。もうカリーバとかいうスキルやばいだろ。さあ、ハーピーレディーを特殊召喚していく、いいだろう。まあSC が出てきたタイミングでも変身するってありますけどね。これスリじゃない、2ドローされるのちょっとめんどくさいんで変身しますか。で、やつの効果はジャスティスブリンガーっていう最強モンスターで止めれるんですよ。まあ、サブテラーの戦士の効果と、サブテラーの戦士の効果によってデッキにサブテラーまでリグリアードを送り、デッキから墓地にリグリアードを送り、そしてヒロイックチャレンジャー、これを墓地に送ってからこうして
でだ、サブテラーの決戦の効果発動。サブテラーの決戦の効果によってフィールド上のモンスターを一体表側守備表示にするぜ。さあハーペンでスクラッチクラッシュの効果発動した。これをしっかりとジャスティスブリンガーの効果で止めていく。これによって俺は必ずリバースをすることができる。さあ起き上がれサブテラーマリス、リグリアード。そしてリグリアードがリバースした場合の効果発動。お前のモンスターをゲームから除外させてもらうぜ。そしてサブテラーの選手の効果発動。なんて強いんだ、なんて強いんだ、どんだけ強いこの動き、やばいでしょこれ。お肉強いある、何ユーハーは強いな、強いある。エクシェンジエンジ投球2つの魂がどうのこうの、オーバーレイエクシェンジエンジ強いある。これによってホープレイを出すこともできるわ。今はちょっと出さないでそのまんまぶん投げにいきますか。一応ですね、特に出すモンスターもいないんでそのまんまぶん殴りに行けばいいんじゃないでしょうか。バトルだ。でダメージして甘えてるようであればリグリアードでぶん殴ってダメージしていいですかって言えばいいんで。さあどうする、さあどうする、そこよ、ギャーやるじゃねえか、やるじゃねえか。なるほどな、もうこれは変身せざるを得ねえってやつやな。ですね、サブテラーの選手の効果発動していく。さあサブテラーの選手の効果発動、バック割りに行きますか、バック割りに行きますか。アクエドリアをこっちに送っちゃえばサブテラマレスモンスターの数だけでしょ。だからこれ送ってでですね、表が攻撃表示にしてあのカード割りに行きましょう。ちょっとなんかめんどくさいんでスワローズネストとかあったら次のターンになんかやばいこと起きるかもしれないから。でまあ、しょうがないんでジャスティスブリンガーを送るしかない。でこれで裏側守備表示でセットし直し全部やられてしまった。全員やられやばくない、全員やられはちょっとやりすぎじゃない。やっぱ狡猾とかね、ブラックロードドラゴンとかめっちゃきついんですよねサブテラって。でこれでサブテラマリスアクアパッツァーを、攻撃表示に変更。これによって攻撃表示になったアクアパッツァーの効果によってセットカードを1枚破壊させてもらう。そしてサブテラの選手の効果も発動していく。さあ墓地から蘇れサブテラの戦士、何、まあ、確かにこれは使うしかないな。よし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 、2枚だぞ。相手は2枚、相手はハンド2枚。いや結構ハンド2枚きついと思いますけどね。これアクアパッツァーと戦士リリースして僕リグリアード慣れますんで、相手ダウン1枚除外するっていうね、最強の動きはできるわ。さあモンスターをセット、なるほどなるほど、まだですねこれは。でもエンドフェーズでいいですか、ターン終了、なるほど、ターン終了時、サブテラーの決戦の効果によってまずフィールドのこのモンスターを裏側にしてく、まんまりになったら別に発動する必要もなかったら、まあいいや、この反転で、であいつのセットカード割って、おいおいおい、最強ヒロイックチャレンジャー強襲のハルベルトを召喚、バトルフェイズに移行するぜ。ゴー、アクアパッツでダイレクトアタック、ダメージステップ、サブテラの決戦の効果を発動。さあしっかりとベイルケアをしていく、ゴー。いやこれね、ほんとね、先行で同胞を引きた時にガチで宇宙を切る。さあお相手の方は始めるぜ、闇のゲーム、また珍しいスキル使ってますね。デュエル俺の昭和かな、スキル修正されたの知らないのか、大丈夫かな。こいつを大丈夫なのかなっていうふうに思いますけど、あとカマミたち来た、カマミたち来た、なるほど、闇のゲーム要戦中、だいぶ昔のデッキですよね闇のゲームって。これ今もうスキルするじゃないですけどね、割と最近はデスティニードローが流行ってますけど大丈夫ですか。時代ついていってます。なるほど、とりあえずヒロイックチャレンジャー強襲のハルベルトを召喚し、同胞の絆効果を発動、同胞の絆効果によって兄弟を出すで、デッキからまず長男サブテラの戦士を特殊召喚し、そしてジャスティスブリンガー、これかっこ次男、これを特殊召喚していく。こいつ長男かもしれない、もうなんならジャスティスブリンガー刺さるかな、あんまり刺さない気がするけど、まあ、一応ね出していきましょう。でジャスティス出していく、
でセットして9でぶん殴ることはできないので、忘れてました。今バトルフェーズに移行しましたすいませんでした、同胞の絆を使ったターン、バトルフェーズを行うことはできません。なるほど OK です。何もなさそうですね。速攻魔法はモンスター、3兄弟 vs 3兄弟と、これ兄弟の自慢大会が始まりました。これ自分の兄弟とこっちの兄弟どっちが強いかみたいな兄弟自慢大会始まりました。さあ三立コーデ、いや来た出た、これ向こう本物のこれ三男長男次男出てくるかもしれないぞ。これさあ三男から長男出して長男効果で、お来た次男来た、やばい三兄弟揃った。一番左が長男、一番右が次男、モンスター効果間に挟まれ三男ギマ予選13兄弟でーでっつってね言うてる場合か、サブテラーの選手と吸収強襲のハルベ吸収強襲強襲のハルベルトリリシーサブテラーマリスリグリアード特殊感。さあこれで決戦で1枚除外できるんで、まあ、どれを除外しようかなっていう感じですけども、さあどうするんでしょうか。闇マリク選手、まあでも一応ねあの防御力は多分引けてると思うんです。さすがにカイトロイドとかなんかその辺がちょっときつらいかなっていう感じですけども、バトルだ、ちょっとサブテラマリスが引いちゃってるのがちょっとかなりきついですねこれね。こいつの攻撃はい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 、ですねでダイレクトアタック、サブテラマリスも引いちゃってるみたいな。とりあえず決戦効果でダイレクトアタッカーは飛ばしとくか。ダイレクトアタッカーが一番やばくねっていう話だから、ダイレクトアタッカーを真っ先に飛ばしといて、モンスター効果発動、こいつがいなくなりさえすればねなんとかなると思うんですよね。でサブテラのセンション効果によって特殊召喚していく、ほい出だ出だな。カイトロイド1枚くらいあると思うんだよね。カイト1枚くらいあると思うし、あとなんかあれもめんどくさい、なんだっけ、あの大谷翔平、大谷翔平でもあれ特殊召喚するんであれば一応効果はねジャスティスブリンガーっていうモンスターで止められますんで、ちょっとねどうなんだろうな。相手のスキル発動して2ドローするこれ、いやーでもそれでもなーなんかあんまり強い魔法トラップ引かなかった意味ないから、ぶん殴りに行く説結構あるんだよそのまんま、これまんまぶん殴りに行く説結構ありますね。どうしよっかなー、まあそのまんまぶん殴りに行く感じかな。これは防御力であっても、まあ、最悪なんとかならないな。防御力であったらやばいどっちからか、だからカイトロイドマジでやめてほしい。これ結局魂ですよ、カイトロイドあったらマジでやばい。はい、大谷翔平来た、大谷翔平効果、大谷翔平はいいんだよ、だから大谷翔平は読んでたから全然これ出るんじゃないですか。でバトルフェーズ入って、まあ、これダメージってこれ使わないですね。これはねジャスティスブリンガーで止めて無効にしましょう。でこれで決戦まだ使ってないからこれワンチャン書いてなかったらいける。はい、でまあ1枚スタジオはいいよ、それはいい、大谷翔平の効果、1枚陽線中をサーチすることができる、いいよそれは全然 OK。 でここでダイレクト通るかどうか、通ってるね、ベイルやめね、オッケー、自分ダメしていいですか、自分ダメしていいですか。サブテラの決戦の効果発動、はい3000本、はいはい、しゃあ危ねえ、カイトロイドあったのに多分ね今ね負けてるまである結構危ない勝利。さあお相手の方ヨハン君ですね、よろしくお願いします。デル3倍欲無臭やばい、強い強い強い、お前ふざけんなよ、ガンギンやってんじゃねえぞ、おやめろ、じゃああいつつらいな、なんか支援とかいうモンスター。これ待って、ハルベルトあったらワンチャンあるか、ハルベルトあったらワンチャンな、ハルベルトあったらワンチャンある、これハルベルト来い、ハルベルト強いぞ、ハルベルト、ハルベルト最強、ふざけんなよ、いらねえよ今赤パッツァ、マジゴミかよ、こういう時にお前、さあヒロイックチャレンジャー来なくて何がサブテラーだよ。とりあえず戦士召喚するしかないか、戦士召喚してまず同胞は撃てませんと、
で、光んないんでマジで二刀流かもしれませんと。二刀流かもしれません。で、これおしまいじゃね？サブティアの戦士、これ同胞さすがに止めてくるよね。だってさすがに止めてくるでしょ。同胞は意味わかんないもんね。どうすんかな。モンスターを召喚。いや、これ撃つべきなのか。いやでも撃って止められで結局セットが意味わかんないもんな。相手のプレイングなんかゴミなこと祈ってこれセットするしかないんじゃないの。これセットセット、めっちゃ光ってる。やばい、ちょっと待って二刀流だけやめて。二刀流やめろ。無理だ、勝てねえよ。どうやって勝つのこれ。こんなのどうやって勝つんだよ。じゃんけんじゃねえか。ただのただのじゃんけんじゃねえか。何がおもろいねんこのゲーム。苦手先行支援じゃん。バカ誰が先行支援に投入。犯罪だろこれ本当に。これ犯罪やろこれ。えこれ誰が勝てんの。これ俺がもし遊戯王日本代表だとしてもこのハンド加われたら勝てんよ。